新型コロナの感染拡大でおうち時間が増え、運動不足や体の痛みを感じていませんか？そこでおうちで簡単にできるストレッチをご紹介します。おうちでメンテ。新型コロナの感染対策のためオンラインで専門家からレクチャーを受けました。教えてくれるのは青森市のフィットネスジムバイズパークの若松優也フィジカルトレーナーです。今日は太ももと股関節を伸ばすストレッチです。それではテレビの前の皆さんもご一緒にレッツトライ。まずはお家にある椅子を用意してください。前向きに座って片方の足を斜め前に出します。膝を両手に置いて背筋を伸ばしましょう。もう片方の足は横に伸ばします。この時に太ももの内側にある内転筋を伸ばすことを意識しましょう。反動をつけずにゆっくりと行います。ここにじわじわきてます。左右両方行ってください。ネクスト。次は前向きに座り、片足を反対の足にかけます。かけた足に反対の手を置いて体をひねります。これは骨盤の横側、股関節外転筋群を伸ばしています。おー、なんだか体が楽になった気がします。目線も後ろを向くとより伸ばすことができます。こちらも左右両方行ってください。次回は胸と背中のストレッチです。